大丈夫。さっきからずっとめまいしてた。ああ。どうだった？どうなった？手だけがみょーぴょーんと長い女の子供の例の。はい。ずっと地面から生えてんす。ずっと引っ張ってたんで。それを今外したので。ここで？ここですか？ここずっと。こっちって行くとどうなってるんですか？ああ、繋がってるんです。そっちは一本道しかない。なるほど、うん、いよいよ行きますか。あっちは全く見やすさ変わってますね。今どうですか？違う流れで。いや、まあ大丈夫です、うん、今は大丈夫です、うん、気持ち悪いな。でも話はしまってたんです。いや、でもすごい場所だっていうことだよね。そんなの全く俺の気持ちとは全く関係ない。あれはもうガチでやばい。まあまあ、うん、すごい場所だな、やっぱり一筋縄じゃいかないんだな。いかないですね。ね、路肩によるな。右は崖ってことですか？そうですね。ね、ちょっと行ったらもう崖ですね。ね、急にこんなになるんだ。まあ、ここから行く山本水道っていうのが、まあ、はい、子供の手形がいっぱいついちゃうとか、あ、子供の声が聞こえるっていうのが、この車につくんですか、手形が。車にベーッとつくとか言われますね。まあ、この車につくか分かんないですけど、うん、ついたというふうにも聞きますね。まあ、各家僕も初めて来るので、はい、山本水道は、うん、まあ、前回ここまで来てないんですね。U ターンしたんですね。U ターンします。なんでかというと、もう人が乗ってたから。そうですか。あ、乗ってると思って。うわ、いや、おっかねえな。右に行け、右に行けって言うんですよ。右、死ぬじゃないですか。死ぬじゃないですか。右に行け、右に行けって言うんですよ。あれさ、ヒロキが、あの AD のやつが、あの、乗ってる。うん、あ、レイが乗ってる、動けないって。体調悪いとかじゃないです。なんかもう空気がもうガーンって重いんですよ、ずっと。ずっと落としてるし、マジで。本当よ、ずっと落としてる。なんか、いるっすよね。右に行けって言うんですよ。右、死ぬじゃないですか。死ぬじゃないですか。右行け、右行けって言うんですよ。右は行かないぞ。すごい、右ずっと右行け、右行けって言うんですよ。右は行かないぞ。お金、行かないぞ、右は。ここですね。うわぁ、来た。あ、うわぁ、あ、すごい。このまま行っちゃいますか。どうします？どうする？降ります？降りた方って歩いた方がじゃないですか、ね、いや、これすごくないですか。これは大丈夫ですか。これは、あ、降りない方がいいと思います。あの、通るときは。と、あ、なるほど。どうします？撮影的には降りたいんですけど。じゃあ、安倍さん、ね、あの、歩ってそこまで行きましょうか。ここ止めて、あ、歩って手前まで行って、いい、はいはいはい、中入るときに車乗っていこうか、ゆっくり。いや、そこまで歩いていこう。はいはい、トンネルの中入らなければ大丈夫ですか。はい、ハイビームちょっと消してもらって、はい、っす、ミス、これにしましょうか。これもすべて消して。あ、はい、あれさ、ヒロキが、あの AD のやつが、あの、乗ってる。うん、あ、レイが乗ってる。動けないって。
外はもうびっしり今いるんで。今いますか、びっしり。今びっしりもあります。初めての体験でびっくりしてる。じゃあお願いします、阿部さん。はい、すいません。いいえ。ヒロキはどうしたって。今動けない。ヒロキは動けないって。降りれないって、うん、金縛りになってみたい。さっきからずっと言ってたんだけど。本がボケはベールさんのマカボダラマにハンドマチンバラ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 。腹張りてやん。ゆっくり向いてください。今外したんで。ちょっと待ってくださいね。ここなすぐ治りますから。ちょっとあれをごめんなさい。ご浸水を持ってきます。重くなってきた。いやてかまだ重いんですけど。うん、動けるようになった。え？あ、ちょっと動けるようになった。動けなかったの全然。手を出して、首筋で山の神が守ってくれる、うん、もう動けますよ。はい、動ける動ける、うん、大丈夫です。本当に、はい、すごいな。すごいな。まあ怖っ。して怖いプロなんで。あ、もうすごい。すごい、阿部さん。ありがとうございます。ありがとうございます。で、トンネルの中はちょっとやばいんで、トンネルの手前まで。まあ、俺とリュウジさんだったら大丈夫です。あ、じゃあ行きましょうか。はい、俺とリュウジさん。その方がいいか。ちょっと俺らもうダメかも。なんか。じゃあ、自分とリュウジさんで。俺はもう。ああ、無茶しない方がいいですよ。カメラもらおうか、それ。じゃあ。そうですね、ちょっと。じゃあそこまで行こう、一緒に。僕と石は離脱ですね。はい。これはもう行ける気しないわ、もう。ここね、やばいよ。ここやばいよ。確かに。やばい。確かに、行きたくないんだけど。仏の光明に照らされて、迷いの霧、おのずから晴れ、調神の玉、明らかにして信念をつきまった。本がボケやベイロ社のおまかぼだらまに、ハンドマジンバラ現れてよ。本がボケやベイロ社のおまかぼだらまに、ハンドマジンバラ現れてよ。本がボケやベイロ社のおまかぼだらまに、ハンドマジンバラ現れてよ。敷きますか。はい、じゃあそれもらおうか。はい。まあ、もうすでに、はい、いっぱいいるんですよ。ええ。で、やっぱりこう、手形がつくっていう伝承は、はい、僕は本当だと思います。うん、はい。なので、もう声も響くじゃないですか。はい。でしかもこう音が、ね、妙にするという。カチ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 と。何か、あの、挨拶した方がいいですか。いや、とんでもない。大丈夫ですか。お邪魔します。はい。いわゆる、まあ、ここら辺からもうすでにこういるんですけども、はい。ふわっとこう、後ろ、背中だけが感じます。会長使っていいですよね。うん、よし。で、まあこういう、うん、肝試しの後、まあ、ああ、よろしくないですね、こういうのは。ねえ。でもどうですか、そんなに。僕は何も不安もないですよね。何も。実は僕も不安もない。はい、全く怖くないです。可能があるなと思います。うん、ただあのふざけた気持ちがないからないです。落ち着いてますね。落ち着いて自分の気持ちが。うん、で、まあ、多分ここら辺に跡がありますね。はあ。ちょっとやっぱ全然違うわ今までと。うん、本当にマジで全然ダメだ俺。また来た。来てる。いやな。あれですね、単純にもうなんか圧にやられて、もう俺ちょっとあれですね。いや体調悪いとかじゃないです。なんかもう空気がもうガーンって重いんですよ、ずっと。
ずっと落としてるし、マジで。本当よ、ずっと落としてる。なんでずっと、なんか、いるっすよね。動物だったらいなくな、ならないかな。ラずっとパキパキ、そこでずっと音ずっと鳴り続いてるの聞こえます、ね、ずっと言ってる。いや、マジでずっと言ってるんですよ。ずっと言ってる。だから動物だったら、ここからこの辺ずっと言ってる。いなくなればいいのにと思ってるんですけど、ずっとパキパキ言ってるんですよ、そこ。はい。はい、はい。ずっとここ落としてる。落としてる。ずっと今も。どっかにいますか、こっち。あ、います、もちろんいます。ずっと落としてます。もう待ってる間ずっとパキ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 ずっとそこ落として。はいはい。います、います。います。います。見てんです。ずっと。で、連れてってほしいって言うんですね。うん。うわぁ、これもなんかちょっと段違いだな。空気が。何も感じないわけじゃないんだよ、俺も。うん。うん、すごい場所だなっていうのはやっぱ分かる。うん。うん、安倍さんが一緒じゃなかったらいけない。ここは結構怒ってるんで、うん、通ってすぐターンして、はい、2台戻ってちょっと広場で車に乗せてるやつ全部落とすんで、もう連れてけ連れてけってすごいんですよ。そうですか。すごいすごい声聞こえる。だからもう車に乗るんで絶対。いやちょっと手待ってる？はい、回します。あの回っているんですけど。待ってる？ライトを変えますね。ちゃいますね。あの、入ってすぐいるんで。待ってる？回ってます。うん、あのもう中に入ると手形がいっぱいつくって言われてる。それもなんでかっていうと中にたくさんいるから。なんかっていうかもう入り口の底にいるんで、もうそこからいるんですか。1、2メーターからいるんで。じゃあ行きます。はい、行きます。もう怒っちゃってるんで。携帯電話が接続できませんでした。戻れない、戻れない。もういます。もう見てますんで。あ、もうここで、ここでもういるんで、ここでいます。重いでしょ。で、もう乗りましたから。何人か乗ってるんで、まあ、まあ後であそこで安倍さんに降ろしてもらう。降ろすんで僕こうターンします。ターンします。これでちょうどね、うん、あのクラクションとか鳴らさないでくださいね、こういうところでね、あの見てる方。あ、逆にダメなんですか。クラクション鳴らさないでください。それで呼んじゃうんですか。呼びますね。これはダメです。意外と払うかのように鳴らすのもね、分からなくもないけど、ダメなんですね。ここはダメですね。絶対鳴らさないでください。もう本当にあの どうしようもなかったらあれですけど、うん、ま、前から車来てるとか。昼間でもダメですか。昼間でもやめたいと思う。とにかく夜はダメですね。夜はダメ。もう乗ってるんで。今乗ってるんだ。今乗ってるんで撮りますね。もう、うん、もう行っちゃいましょう。早く行けって言われるんで。止めれる場所で、そうですね、全部安倍さんに下ろして全部外しますんで。ちょっと遊び半分で来ていいところではないですね。いやそうでしょうね、うん、さんはこっちに体は一つで頭が三つ、子供が
子供の頭が3つと体は1つ、まあ、ちょっと想像できないけど、その霊体が乗ってる、それをここで下ろしてくれるそうなんで、あ、体調悪い方いらっしゃいますか。はいはい、だいぶ楽になりました。はい、大丈夫です。いや、もう治ります。あれだけの衝撃を受ければなるんで、もう寝ます。いや、もうね、ここは全然空気違うね。ここは大丈夫です。全然大丈夫です。ついてませんけど。よし、はい、全部外しました。下ろしてきに行くんで、下ろしたんで。さっき子供が乗ってるっていうのも降りました。降りました。はい、ありがとうございます。あのシートに全部かけたんで。よし、後ろの車も大丈夫。もう大丈夫です。後ろも乗って大丈夫です。全部でじゃあ何台乗ってたんですか。こっち頭が3つの胴体1つ、頭が3つの胴体1つの女の子の形をしている何か、はい、うん、あっちはあっちは4人かな、4人かなぐらいの先にグジュグジュっていったので、もうそんなに危ないっていうのではないです。はい、うん、危ないっていうのではない。でももう連れてきて下ろしたんで。はい、じゃあこの場からまず出た方がいいですか。そうですね、まあはい、これできってどっか止めようか。締めを、そうだね、取れる場所、はい、これどう、完全に安全な場所に。そうですね、じゃあそれ阿部さんに任せていい。あ、そうですか。じゃあすいません、ついてきてください、はい。阿部さん、はい、長い一日が終わりました。無事に帰ってくることができました。できました。ありがとうございました。魔界から人界へ帰ってこれました、はい、本当に、メガ鈴から始まって、はい、阿部さんの道場で、あの儀式を通過して、そこから一気に魔界に入って、はい、今下界に帰ってきたっていう。そうですね、すごい一日でしたね。ジェットコースターでした。はい、その体験を、まあカメラを持ったこのスタッフと一緒に行動してたので、このカメラに全部収まってるとは思うんですが、はい、今日我々がそれぞれが体験したことっていうのは紛れもなくそれぞれにとっては真実なので、今日はそれを、持ち帰って一旦今日は、まあ、ちょっと数時間ですけども休んでもらって、明日は僕の大好きな温泉に入れるということで、はい、うん、またそこでまた新たな気持ちになれるかもしれないという、希望を持って、今日の一日は終わらせたいなと思ってますので、はい、今日本当にご苦労様でした。ありがとうございました。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。ということです。無事に帰ってこれました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。